さてじゃあ続きやってきます。いいねこれ並ぶと映えますな。はい姉様、都は楽しゅうございました。そうだろう、そのはずだ。我も人間たちの町には痛く感心したものだ。今度は姉様と共に参りたいものですじゃ。それは良い考えだ、ぜひそうしよう。食い物がうまくてうまくて。では今度我らで大食い合戦と行くか。姉様、それは良き考え。財布がそうだな、大食いやってる店を片っ端から。店潰れんああそういえば、出てくるのかなおばさんっていうのも。まあ、出てくるよな、なんとなくだけど。そうだな、その辺な、ちょっとでも工面してもらえるようになれば。うん、8月になりましたね。あ、成り立てだ。やれんじゃないか今だったら。変わんねえか。うん。うん。まあ、スライム的な。朝の会議でスマホ持ち込み禁止になって。昨日バイトでチョッパティングで。チョッパティングってなんだ。うん、気になる。うちにはないメニューだね。うん、なるほど。そうだね、それに冷やし中華より夏っぽいイメージがある。そうなると具材も工夫しないとね。ありきたりではないやつがいいね。うん、そぼろやナスなんかは合うと思うけど。うん、5日に祭りがあるんだ、灯籠祭。間に合うようなら出してみたいね。いいね。元気だなあ、猫みたいだったな。こんなに甘くてうまいもの初めて食った。今のもっとないか。ルルルル。なんか食えものは。お、シールか。やったぜ。なんじゃこのケッタイの絵は。こんな紙知らん。新参加。ああね、ありましたね。チョコがうまいのにな。ウェハウス、ピーナッツ入ってるよね確か。
捨てるくらいならルルに全部よこせ。じゃあ、うん、腹が減った、貴様うまそう、は、バンゴ食べたい。バンゴ。はい。はあ、堪能したのじゃ。ユウの寿命一日延期。ふ。このウエハースチョコうまあな。うまあな。ここまで今までの日々において一度も味わったことのない味というのも珍しいな。うん。シール出てこないな。そういえば、おう、こんなものが入っておったよ。お、あ、弁天さんだ。それは他の神なのだよな。我は知らない顔だが。うん。あ、ジェラシー。む、リョウガ、数千年ぶりに得たしもべを我はどちらかといえば失いたくない。ん？どちらかといえばそれは面白くないことだからな。命じるのは簡単なのだ。他の神を崇拝するのは不愉快だからやめよと命じるのはな。だがそんなことはしたくないな。できれば自発的にやってもらいたいものだな。どちらかといえば。そういえばそうだな、自分でも不思議だが、今はどちらかというと、とても嫌だ。いいことです。女の神だ。ん？それもそうか。他の神を崇拝しようとしても虚しきことだな。うむ。いや、よい。集めておるのだろう。取っておけばよい。ジェラシーですわ。さて、食後のデザートも食ったし、御殿の形でも考えることにしよう。貴様、マジで気に入られているようじゃな。気に入られていると思っていなかったのか？うん。怒ると怖いぞ。ルルちゃんが言うなら相当なんだろう。本気で怒ったら天変地異が起こるんじゃぞ。はえ。山のてっぺんにいた敵を溺れさせたこともあったな。恐ろしい恐ろしい。よっぽどだなそりゃ。貴様をペロリするのは当面見合わせた方が良さそうじゃ。あの反応はいかん。ダメですね。うん、ある意味良かったな。うん。おい、リョウガとかいるの？これはどうやって遊ぶ？お、アドバンスケ。
ハマっちまったな。おや、夜分遅く失礼します。おっと、この方は一体学校の人かな。お、チョーカーがあれですね、おしゃれですね。まさか。ん、私のことを知っているんですか？ヒカルさんか、これなんて読むの、これ。同感、同感藤子です。失礼ですけど、初めましてではない？うん、あれだな、姉妹以外のあれじゃないか、女子初じゃないか。申し訳ないけど、ちょっと記憶にないみたい。ごめん。いや違うな、弁天さんとあれだわ、日傘の女がいたわ。まあ、うん、結構人気そうだもんな。うん、あ、ほくろが、泣きほくろが2つ。うん、アイドルだな、学園の。ああ、いえ、そういうわけでもないんだけど。うん、カリスマ性あるわ。うん、うん、魔法。あー、なんとなくわかるわ。え、いやダメでしょ。あー、ノリでか。17人も、先輩迷惑だべ。勢いでか。どうしたの、一年諸君、大勢で。お、いただき。お、堂々としている。あの、先輩に話があります。ふん、何？ずっと見てました。俺と付き合ってください。ああ、テンプレだな、40代。昔からあるやつ。告白サンキュー。でも悪いね。ありがとうやした、ありがとうやした。野球部みたいな玉砕は。まずは一人目やりきった。やってやった感なんだこれ。好きです、先輩。俺の彼女になってくれたら嬉しいです。うん、こうやさ、ああ、見せ物みたいになってんだべな。まあ、そらそうだよな。いいぞ一年、気合い入れろよ。嘘、あれ全員で告白する気？ほんま？全員美しく散れよ。まあそうなるわな。ああ。くー、ダメだったわ。嬉しそう。記念告白みたいになってる。ごめん。でもそのうちいい彼女ができると思うよ。ああ。優しいな。うふー、行きたくねー、乗り違わ。
細かく考えんなよ中塚。玉砕を共有しようぜ。行ってこい。だってよ、しゃあね、俺らも行くべ。ポッポか、なんつうんだろうな、太っちょガンマンの異名を取る中塚さっす。先輩、今度デートしてください。太っちょガンマン、ジョニーザピンボール。デートくらいならいいんだけど。お、これは？でも付き合ってってことだよね。それは愛すまぬね、ガンマン君。ああ、ありあざますでした。ありあ…なんつった今。ありあざますでした。すごいなんか呪文みたいな感じだ。これ俺今度使わせてもらおう。ありあざますでした。言いづれえなおい。ありあざますでした。うんうんって感じなんだろうな。で、次は君？お、ラスか。なんて告白するんだろうな。情熱的な感じなのかな。なるほど。ああ、そうなんだ。あ、思い出したかも。生徒会の庶務やってた子じゃない？あれも、それはごめん。ふうん、そうなの。ここの責任者の方をお願いできる？自分になっちゃうね。冗談？うん、ではそのおじい様を。うん、それは申し訳ない。それは法人のということではないよね。うん、はんはん。君はでは手伝いか何か。なるほど、だいたいわかった。ここはついこの間までけっ…お、もしかしてこ、わかるのかな。廃墟同然だったので気になってね。この人もまさか。私は信心深いんだ。市内の神社仏閣は一通りチェックしているほどで。私も後輩に神職関係者がいるとは思わなかった。多分こちらは神道本庁には属していないと思うけど、まあ神社は神社。どちらの神を祀っているの？ああ、ん？聞いたことがない。巫女はどんな字？うん、古事記だと命の方しか使われてないんだ。だから命表記なら古事記系の神ってことになるけど、聞いたことない。日本書紀だったら敬う方の巫女も出てくる。ただどちらにしても初耳の神だけど。なるほど、そういうのなんだ。封印されていたね。うん、ほう。ここには君一人だけ？ああ、親戚か。その人たちが年上なんだよね。なのに学生の君がここの管理人を？難しいね。そうなんだ。
じゃあ話は変わるけど、最近妙なこととかあったりしなかった？そうだね、例えば変なものが現れたとか。ね、背の高い女の人？はあ、うん、その女の人、塀の内側に入ってきただろうか。だろうね。ここにいる限りそんなようなものに踏み込まれることはないさ。にしてもあれだね、ここは空気が閉まってるね。するとも神社の空気ってどこもビシッとしてるように感じないかな。廃墟だった時はここは緩んでいたんだよね。でも今はビシッとしてるね。ただちょっとあれだね、これはあれだよ、指示代名詞ばかりで済まないね。うまい表現が見つからなくてね。どこか、そう、どこかほの暗い雰囲気があるって思わない？静筆ではあるけど、水底のような冷たさがある。お日様の下で日向ぼっこをしている感じではないとでも言うのかな。森の中では山の気を感じるし、一宮なら身の引き締まるような冷たさを味わう。神社というのはそういう空間だね。何しろ神の来る場所なのだから、そういった神の大衆がするものさ。でもここは変わってる。おや、怒らせてしまった？私も少し根掘り葉掘りと聞きすぎたかな。ごめんよ。今度昼間に参拝に来たいな。いいかな？大丈夫、いるから。ん？本殿なんて所詮神の仮宿だよ。壊れていようが、神がいるなら神社は神社さ。じゃ、うん、なかなか分けありな感じでしたね。涼がそんなに慌てて。めっちゃ揺れとる。おお、確かに揺れとるな。余裕だな。うん、大したことなかろう。うん、高屋と比べれば安定しているとはいえ、うつしおも完全に安定しているとは言えまい。安定するまではずっと怒るだろうな。お、8月2日。そういや、涼牙の家族について聞いたことがなかったな。さて、というわけで霧が良いので、あ、見てみようか。ちょっと、おお、あ、ニュー増えてる。前なかったよな。あれあったっけ？体験、前の体験版と違うのかな。あと2枚か。なるほどですよ。一旦切ります。